バイオミアオは、中華民国の軍人、海賊、馬屋軍の有力指導者である。ジワシウン、馬木の長男で、マホ、カオルの2位。オジワバリン。1912年に、馬木が、青年鎮総兵に任せられ、冥海軍の組織を開始する。マホアオも冥海軍に加入し、2年後には、艦隊に任せられた。1920年、冥海軍護衛営統領となる。 同年、馬副賞が水塩都党に任命されると、馬木は馬副賞の要請に応じて、魔法オを派遣する。魔法オは馬副賞の下で、第二祖事警備司令に任ぜられた。1923年、馬副賞の命で魔法オは北京に派遣され、北京政府から陸軍少将区組を授与される。しかし、魔法オは馬副賞の子、馬広氏王,王子とは不仲であったため、 水炎には戻らず、北京に投入した。1926年9月、馬木の姉海軍は、兵玉省の国民貫軍に吸収され、しばらく編、第26師に改組された。この頃、マホアオは、馬木に呼び戻されて同志に加わっている。1929年、マホアオは、総鉄原配下の独立第55旅旅長に、昇進した。 しかし、小海石と氷ら、氷ラ半小海石軍との混戦の中で、マホアオは、遠尺山に自軍を殲滅されてしまい、身一つで北平に逃れている。翌年4月、甘縮省に移り、甘縮しばらく変遣兵第一支市,市長となった。1931年8月、青海省政府主席となっていた馬木が病没したと、聞き、マホアオは密かに青海に帰還した。 公認の主席となった王子、バリンから、マホアはしばらく変騎兵一戸市の統率を委ねられている。翌年、マホアは火星総動東団を勢力範囲とすることになり、新変騎兵第二支市,市長に任命された。1936年には、マホアは国民政府から陸軍中上区組を授与されている。同年10月、マホアは 火星騒動の高が添いを中心に調整中の高軍を迎撃しようとした。しかし、高軍の許可を結局阻めなかった。その間の戦闘で高軍にも一定の打撃を与えたものの、マホア王も三謀長、馬帝幸を戦死させてしまうなどの大損害を被ってしまう。百三十七年九月、魔法王は陸軍騎兵第五軍軍長に昇進し、さらに山、新行路、 ただし弁公書、ただし弁も兼任した。マホアオは、官民を動員して、関心航路の整備に尽力し、新疆経由でのソビエト連邦からの支援物資の輸送改善に貢献している。また、活性に様々な社会インフラの整備を進め、生雲中学などの教育機関も設立した。ただし、これらの内政的貢献の一方で、マホアオは、 支配地域民衆からの収奪が激しく、私利を貪さぼる傾向も強かったとされる。1943年の年末に、マホカオルは第40集団軍総司令に、マホアオは同副総司令に任ぜられた。この時、マホアオの騎兵第5軍を奪い取ろうともくろんでいた、マホカオルは騎兵第5軍副軍長の場しめさちを同軍軍長に昇進させ、マホアオの同軍に対する。 指揮権を剥奪してしまう。翌年には、マホアオは失脚に追い込まれ、1945年に、孟ー,ー委員会委員に任せられたものの、政治的、軍事的実力は完全に喪失した。その後のマホアオは国境に引退し、これまで蓄えた巨額の富で豪奢な生活を送ることになる。しかし、国境内戦終盤に、 青海省が中国人民解放軍に制圧されそうになると、マホアオは香港経由で台湾へ逃亡した。台湾では国防部中上参議、総統副国策顧問、中国国民党第10期中央評議員を歴任している。1977年2月9日、台北市で病没。去年80。ありがとうございます。